こんにちは。ですね、そしたら、前回は、BMAX の EF3、ホンダシビックのグループ仕様ですね、の製作が完成したんですけれども、今回からじゃあ、次のキットの製作に入っていこうと思います。で、まあ、次のキットに関しては、まあ、ちょっと頼まれたっていうのもあって制作するキットになるんですけれども、今回作るのは、またガンプラなんですけど、これ、あ、本当だ、マスターグレードのユニコーンガンダム、ユニコーンガンダムの、これ普通のモデルか、ユニコーンガンダム、いっちゃん最初に出たのやつですね。え、違う、いっちゃん最初に出た方じゃなくて、そっから可動範囲とかが修正された方のタイプか、確か、膝関節とかの可動が改善された方のタイプがを作っていきます。で、同時進行でこっち、バンシーですね、バンシーのマリンダさんが持ってた方のタイプ、バンシードルンじゃなくて、このアームド、何やったっけ、アームド VN とアームド VN とアームド BS がついたタイプの、バンシー、これをね、ちょっと同時進行でやっていこうと思います。で、まあちょっと同時進行でやっていくっていうのが、なんでかっていうと、どっちもね、素組みはできてるんですよね、もうすでに。こっちユニコーン。で、こっち、あ、なんか取った。こっちが、バンシーっていう感じで、あ、アンテナ曲がってるわ。こっちが、バンシーって感じで、もうね、これ素組みが終わってます。なので、これどこの部品が取れたのか。こっからちょっと手を加えて作っていくっていう形でやっていこうかなというふうに思ってます。で、まあ、具体的にどこに手を加えていくかというと、まあ、このキットと、この2つのキットに共通して、気になる部分っていうのが、あ、共通してじゃないか、まあ、このユニコーンの方、ユニコーンの方に関しては、もうすべてのキットでちょっと気になる部分があって、これサイコフレームが光るっていうのが、ユニコーンの最大の特徴になってるので、サイコフレームがね、この半透明の、ピンクのクリアパーツで成形されてるんですよね。で、サイコフレームをこういう風に表現してるんですけど、これね、結局ね、サイコフレームって、まあ、この胸の部分とかが顕著なんで、胸の部分とかこのバックパックとかが顕著なんですけど、結局ね、これ内側に部品、内側に何もないんで、こう組み上がってしまうとね、こう光がね、こう透過する部分はね、こう綺麗にキラッと光るんですけど、こういう胸とかバックパックとか肩アーマーみたいにこう袋状になってる部分に関してはね、すごい色が暗く沈んじゃうんですよね。で、結局なんかせっかくこんなクリアパーツ使ってんのに、別に、まあ、こういう言い方するとあれですけど、別に大して綺麗じゃないっていう仕上がりになってしまってます。これがね、どうしても前々から気になってたんですよね。ユニコーンのキットに関しては全部そうなんですよね。それがどうしても気になるので、それをちょっと修正しようかなっていうのと、あと、まあ、これ作った時はね、僕ほとんど素組みしかやってなかったんで、素組みにちょっと墨入れぐらいのことしかしてなかったんで、今こういう仕様なんですけど、これに、
つや消しのトップコートを拭いてちょっとウェザリングをマスターでウェザリングするっていう感じでやっていこうと思います。で、次バンシーの方、こっちバンシーの方なんですけども、どこの部品が取れたのか、まあまあいいや、こっちのバンシーの方は、まあこのバンシーに関してはね、このクリアパーツが黄色のクリアパーツになってるんですよ。このちょっと隙間から見えるんですけど、このクリアパーツがねあんまり綺麗じゃないんですよね。特にこう組み上がってしまうとあんまり綺麗に見えないので、これをちょっと塗装してしまおうかなっていうのと、あとこの本来ゴールドの部分がなんかちょっと安っぽいんですよね、このゴールド、成型色のゴールドが。なんでここの部分もちょっと修正を、修正をというか、塗装をしていこうと思います。で同じように艶消しで仕上げるっていう感じでやっていこうと思います。というわけで、どうしよう、これだけで車高終わっちゃうのもあれなんですけど、でも中途半端になんかやるよりはもうこれで一旦閉めた方がいいのかな。というわけで、まあ次回からは制作の方にもう早速移っていこうかなと思います。はい、ので、まあ、もし、続き、作業の続きとかをですね、見たいと思っていただける方はですね、チャンネル登録をいただけましたら、更新情報を見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、まあ、ツイッターとかでもね、情報発信とかしてますので、下の、概要欄の方に、ツイッターのリンク貼っておきますので、そちらからツイッターの方も見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。